僕はこうしてますってだけ。画像送ればよかった。まあいいか。はい。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、あ、モッドの中身は、はい、300パーと250パーになってるんで、うん、割愛します。はい。うん、編成自体は、じゃあまずアビリティから説明していくかな。うん、アビリティに関しては、うん、これベスト編成ではないです、まず。うん、持ってないからこうなってるってのもあるんだけど、うん、ベストは、サーニャと試し切りキリトは OK で、うん、そのスタックブーストを要は貯めたいのよ。貯めたい理由は後で説明するね。うん、で、試し切りキリトとサーニャはスタックブーストじゃん。うん、で、パワーライズ3と4じゃん。うん、だから、この2つがインするのはまあ、うん、その当然な感じになるんだけど、うん、残りの2割は、まず、リーファを入れなきゃいけないのはわかると思うんだけど、試し切りキリトの効果で。うん、で、リーファは、本当は、バレンタインの、スタックブーストのアドバンストルーパー5がついてるやつが一番ベストです。で、最後の1枠は、ルーリットの森人アリス。うん。これがスタックブーストで、アクアブーストがついてるのね。うん。だから、アクアブーストって 45% だっけ？ああ、なんかそれぐらいだった。だったと思うんだけど、10突で、水溜めが 45% 乗るやつで、それが一番ベストの編成になります。うん、ただ俺の場合は、40か。ごめん。で、俺の場合は、ルーリットと、リーファのスタックブースト持ってないから、アクアコンバージョン5の、ユイ。で、これもスタックブースト。なので入れてます。だ水溜めが40まではいかないけど、一応 30% 出るから、うん。で、リーファに関しては、覚醒が心眼なんで、あんま良くはないんだけど、うん、暴走強化4、攻撃力が10突で 25% 上がるやつが入ってるのね。うん、で、31層って炎症とか食らうから、うん、暴走強化が割と発動しやすいのよ。なんでこのリーファに来てます。うんうん、で、これで、とりあえずアビリティ側は一旦 OK で、で、なんでスタックブーストを貯めたいかっていう話になるんだけど、スキル側の4枠目のサバイバルソング指南は、劣化4っていう効果で、1スタックで確か攻撃力が20上がるのね。うんうん、で、次のキョンシーに関しては、筋力増強バフ、うん。これは1スタックにつき攻撃力が 1% 上昇、うん。で、コネクトの上から順番に行くと、アクアパイルバフ。うん、これは水溜めが1スタックで 1%、上がるのか、ダメージが、うん。で、その次の、初期、なんだっけ、アクセルのシノン、うんうん。これは勝負シオンって、うん、火事場系のスタック、バフなんだけど、うん1スタックいくつ上がるかっていうのは、ちょっと明記されてないからわかんないんだけど、うん、まあ、結構上がるような感じの効果のものが積んであります。うん、で、スナピはもう大丈夫だよね、防護量がで、うん。で、ちなみに真ん中のシノンは、陰陽師シノンがあれば、そっちの方がモーションが優秀なんで、そっちに変えた方がいいです。うん、で、バフを今言ったものを、積んでるんだけど、1スタックだけだったら、別に攻撃力20と、攻撃力 1% と、水溜め 1% と、勝負師はまあ、いくつかわかんないけど、1スタックとかで、大したことはないんだけど、俺の編成だけでも、この中で、スタックブーストが、1、2、3、4枚あるから、それだけで、40スタックになるのね。うん、さっきの説明で言うと、まず、劣化が800、うん、で、なんだっけ、ヒョンシーの筋力増強、うん、攻撃力が、じゃあ 40% になります、うん。で、水ダメスが 40% 上がります、うん。で、勝負師が40溜まるってわけになる、うん、わけじゃん、うん。なんで、まず攻撃力 40% 上がるだけでも、うん、だいぶバケモンっていう。うん、で、劣化の
あの、攻撃力800固定で上がるってことは、パワーライズさらにもう1枚つけてるみたいなもん。うん。で、水ダメ 40% アップっていうのも、うん、あのルーリッの森太さらに追加したようなもん。うん。になるんで、うん、めっちゃ強いっていう。で、もっと言うと、うん、キョンシーのコネクト効果で、うん、コネクト打つと、3、6、9って、あの、スタックが上がるんで、うん、合計で18。うん。まあ、ちょっと勝負師は、6時だから15しか上がんないけど、200目だから。うん。っていうのはあるけど、全部で58スタック溜まんのよ、おおよそ。うん。あと通常打ちで1とか3とかだったら60ぐらいになるのか。うん。っていう風になるんで、ね、攻撃力 60% とか、水ダメ 60% 上がるって、うん、だいぶ化け物なんで、それで、まあ最後に、その、バフ全部入れた後に、モッド2発、撃つと、めっちゃダメージ出ますよっていう編成。今走って解説したけど、うんうん、アクトさん大丈夫だったかな？アクト、桜吹雪、大丈夫？大丈夫です。大丈夫かな？で、弓だったら、こういう編成になる。ちなみに、あの、水モッドって3つあるんだけど、うん、小春にしてない理由は、あの、グルリンチョって回るモーションだと、うん、割と死ぬことがあるから、うん、このレイン系のクリスマスシノンの方が安牌で打てるので、うんこっちにしてます。あと、小春2枚条件きつい。小春2枚条件はでもやろうと思えばできるよ。ああ、まあそうか。あの、アドバンストルーパーさんの小春の、うん、あの、スタックブーストってあるから、ごめんなさい、結構走って。嘘、わかんないって言ってたの？大丈夫、大丈夫です。なんとなく、想像はしてた感じだったので、パッと見、もう、うん、あ、こういう意図だなっていうのは、うん。え、どうする？あの、俺だとさらに妥協になるけど、最低限これくらい持ってればできるみたいなのも知りたい、なんか。え、最低限でいいんだったら、最低限。シュートのシノンと、うん、スナピがありゃいいよ。まあ、最低限っていうか、俺でもなんか、まあ、そこそこ、ノラではいい方だよ、みたいな、なんか、らしいから、なんか、この編成でもなんか、なんか、キョンシーじゃないです。31層のボスは、うん、HP が7500万で、うん、ちょっと、やり方は盾によって若干違うんだけど、うん、メインタンクと、うん、サブタンクっていう役割があるんで、うん、火力は実質4人でやるんで、うん、7500万を4人で削り切んなきゃいけないんで、まあ、1覚醒で1人2000万出せばいいっていう計算。うん、で、うちのギルマス曰く、まあ、アビリティがちゃんと固まってたら、あの、パワーライズ3とパワーライズ4とかがちゃんとあるんだったら、うん、スナピとモッドで打てば、うん、まあ、2000万ぐらいは出るよって、まあ、いう話だそうです。最悪なんか1600万ぐらいでも、あの、ワン覚醒じゃなくても、その後一発二発ぐらいモッド打ったら2000万ぐらいになるんで。まあそうだね。最悪。それくらいには。あの、なんだっけ、8500万だっけ、8000万ぐらい。7500。まあ、仮に8000だとして4で割ると2000万だから、まあ、大体1人ワン覚醒2000万だと、全員まあ、あの、計算上、誰も死ななければ、ワン覚醒で終わるよみたいな感じ。そうだね。そう。だからまあ、2000万が目安だけど、ちょっと火力出ない人でもまあ、あの、5で割った1600万ぐらいはまあ出せれば、まあ、十分な方だと思います。全然。それより全然火力出てない人も、ね、いっぱいいるし。5-1でやるっていう手もあるんだよね。うんうん、そう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 。サブタンクなし。そう。なしっていうか、うん、あるんだよ。うん。まあ、タンクのバフが良ければ。サブタンク役の方が気軽にできる感じですね。うん、火力役の足し2ぐらいならできますけど、ここまで火力出ないですね。ああ。うん。まあ、でも、なんだろう、その、例えば、うん、2000万はきついけど、うん、1人1600万出るよって言うんだったら、あの、サブタンクなしで、うちが割とそういうやり方なんだけど、うん、メインタンクと、うん、他全員火力で、1人だけ、キツネが出てきたら、弓で引きつけるっていう。うん、ああ。で、
全員1600万は出るから、うん、速攻で終わるから、立場やりながら引き付けるから、小ぎつね役は、時間長くなっちゃうとめっちゃきついんだけど、うん、ちゃんとみんなが出してくれんだったらすぐ終わるっていう。うん、なるほど。でも、まあ、もっと異次元級に火力出たらそういうのも必要なくすぐ終わるらしい。うん。まあ、なんかね、やりようにいくらでもある。うん、この間3-3でやったからね。火力できない人、3人いたから、うん、じゃあ3人バファやって、つって、小ぎつねと、メインタンクと、うん、大ぎつねにバフだけ打つっていうのがいたんだけど、俺と、クロエさんと、アンさんが火力出しに行けば7500万削れたから、3分くらいで行けたかな。あ、3分なら十分だね。うん。たぶん永久区奥のやつやって3分だから。ああ、いい。なんだろう、モッドのかけらを、出してくれる奥の方にいるでかいモンスター。ボス部屋の1個奥にあるんだけど、それをやりつつで3分だから、うん、また立ち回りとか実際に周回してるとこ見せれば結構わかるんじゃないかな。まあそうだね。あとはシンさんが動画出してるし、あれ結構いいと思う。あ、もうそれ一番参考になりましたね。じゃあ大丈夫だね。あ、本当に？ありがとうございます。めちゃめちゃ何度も見ました。俺も結構何度も見たかな、俺も。だいたいコネクトの2発目打つあたりで覚醒ボタンを押して始まる。そうだね。勝負師打ってる。打ち終わるちょっと前ぐらいに覚醒してるから。うん、あ、でも覚醒の溜まり具合によっては、スナピ打ってから覚醒するときは、うんうん。ああ、そうだね。ああ、なるほど。その辺は早いから。うん、そう、うん。たまんないですね。たまんない、たまんない。そうそう、モブ狩りが早いとね、そうなるよ、結構。で、あとなんだろう。俺は、斧川で、熟練インゴットとか入れて、HP を3万1000ぐらいになるようにしてんだけど、うん、ここに関しては、その人の、なんか、プレイの仕方、うん、によって変わる。なんか、3万だとすぐ死んじゃうとかだと、うん、もっとあってもいいし、うちの黒井さんは、ちょっとあんま上手じゃなかったから、うん、インゴット一切入れないで、全部顔面ガードする手で、打つっていう。どうしよう、俺あんまりスタックブースト入れない方の編成なんだけど、それも見てみますか。あんまりスタックブースト入れないで、スイッチだいたい300万くらいしか出ないんだけど。そんな低いの？うん、でもモッド2枚あるからワン覚醒で多分いつも多分1600万はいく、5600万は。あ、そうなんだ。俺5600万は出してんのかと思ってた。5、600万で、まあ、一番いい時は2000万まで行ったけど、でもそれくらいだね。スキル周りいいからか、そうなったけど、多分、クリスマスシノンがスイッチ溜まるっていうのと、やっぱコネクトの中にスイッチ溜まるやつ入ってて、結構、周りが早いのかもしんない。まあ、俺のやってる編成って、相当揃ってないと無理だからね。まあ、そう、そう。一応、再起動して。人によってはね、大解説してもさ、そんなんできるかいみたいな。そうね。まあ、ただ、31層は、もうなんか、時代じゃないからね。ちょっと31層に適したスキルが今後出てくるかって言ったら、ちょっと頻度は下がってくると思うんだよね。